今日から始まった戦祭り、兵力上昇側は、プラス30と多めで、ノーマル真空雪女が輝くルール。今回は、あえて三国志を 4.5 コスト採用することで、兵力が上限を超えて回復する。前期キンタマウルトと組み合わせてみたら、強かったので、おすすめする回になるよ。どけ！放て！おらよ！冗談だろ。うん。来よ。止まって。来よ。うん。来よ。ここまで逃げるが勝ちってね。来よ。目が。流派発動。一の方。前期死ね。だけは強いんだな。流派発動。一の方。どけ。さらに。どけ。さらに。どけ。放て！どけ！放て！戦記差があるし、終盤勝負にもつれ込む展開は有利と思う。流派2が使えるようになるタイミングまで我慢。流派発動。2の方。二の方。放て！放て！前期解放。戦の先には再生が待っておるぞ。おらよ。おらよ。目が見えぬ。我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。命名たる戦の先には
再生が待っておるぞ。我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。くそ、こんな場所に。オラよ、オラよ。めいめいたる戦の先には再生が待っておるぞ。死ね。うらよ。死んでくれ。流派発動。三の型。一番手からは誰だい。さあさあ、報酬の話をしようじゃないか。引き上げよう。うらよ、うらよ。見るべきものは狙い撃て。この野郎、どけ。俺はここで終わりか。うらよ、逃げるが勝ちってね。うらよ。狙い撃て。そこだ。どけ。切られる時が来たか。悪運だけは強いんだな。二の型。報復の時だ。この野郎、死んでくれ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。乱ってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。どけ。流派発動。二の型。突撃。どけ。電気解放。どけ。お前たちの命
俺が預かった。突撃バチモノめ、どけ。将来の二次部隊も上限超えて回復するから、神宮の復活まで我慢したの。そこだ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。切られる時が来たか。俺はここで終わりか。兄上、そこだ。流派発動。三の型。引き上げよう。どけ。まだ死ねん。砂人の声勝てろ。報復の時。うらよ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。どけ。うらよ。うらよ。流派発動。三の方。うらよ。お前たちの命俺が預かった。よろよろ。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。俺はここで終わりか。そこだ。逃げるが勝ちってね。うわよ。発動。一の型。うわよ。突撃。そこだ。くそ。狙い撃て。お前の首を落としたの。ありがとうございました。